こんにちは。はい、銚子館の門前ケートレイチをお集まりいただきましてありがとうございます。今日はね、銚子のイワシフェアということで、ジオパク紙芝居、イワシの花、イワシの美味しい話っていうのをやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、銚子っていうとね、5年連続漁獲量日本一ということになりました。その中でもね、たくさん取れているのが、このイワシとか、それからサバ、サンマって言われている青魚になります。で、今ね、ここに今私、イワシ、置いてあるんですけれども、イワシはね、魚辺に弱いって書いてイワシって言うんですけれども、どうして弱いかっていうと、やっぱり傷みやすかったりとかするんで、弱いっていうのを使ったそうなんですけども、実はね、栄養とかたくさんあって、まあ、最強のお魚じゃないかなって私は思ってるんですけどね。だけどイワシに弱いって書いてお魚のイワシということです。で、ここにね、3つの、イワシあります。 3種類、一番上がマイワシ、それから真ん中がウルメイワシ、一番下がカタクチイワシっていうのがあります。はい、じゃあ、クイズ出します。この中で、この3種類の中で、美味しいイワシはどれでしょうかっていうのが、クイズです。はい、何番、はい、後ろの方、何番でしょうか。一番美味しいイワシはどれでしょうか。マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシ。3番、カタクチイワシ。はい、当たりです。はい、これね、何番答えてもね、みんな美味しいんですよ。それで取れたイワシはみんな美味しいからね、どれ答えても、ね、美味しい正解です。はい、ちなみにね、今この時期、6月っていうのは梅雨の時期、入梅って言いますよね。入梅の時期に取れる、銚子のイワシっていうのは非常に脂が乗ってて、美味しくて、非常に価値があるっていうことで、東京の料理、料亭の、板前さんたちが入梅イワシっていうふうに、銚子のイワシを呼んでいたそうです。それを今度私たちが、いわばあれですよね、東京から逆輸入ですよね。銚子の方で、入梅イワシということで、今ね、梅門研究会っていう方、この銚子銀座通りでは、七平さん、なんか加盟している梅門研究会さんの方で、入梅イワシフェア祭りやってます。その中でね、イワシのつみれ汁とか、それからサンマ焼きとか、いろんなイワシ料理出してくれます。そういう美味しいもの食べれますんでね、入梅イワシフェアやってますんで、今回のこのケートライチでは、銚子のイワシということでテーマにやっていますんで、美味しいイワシをね、たくさん食べてってもらいたいというところで、お願いします。特にね、一番上のこのマイワシっていうやつが脂が乗っかってて美味しいです。非常にね、丸々太っててでかくてね、まあ、私みたいなイワシじゃないのかなと思いますんでね。ちなみに、よく目指しとしかなんかで、されるイワシは何かなって言うと、ウルメイワシだったりカタクチイワシだったりとかするんです。で、カタクチイワシはどっちかっていうと、魚の餌になったりとか、あと銚子って東大キャベツ有名ですよね。それの肥料になったりとか、あと豚さんとか牛さんの肥料になったりするのがこのカタクチイワシっていうやつで、取れる量としては銚子では一番出るのがマイワシ、それからカタクチイワシ、ウルメイワシっていうのは残念ながらそんな取れないそうです。これなぜかっていう と、関西方面、どっちかしたら、黒潮の影響で、取れる魚なんで、銚子の方が一番国前になるんで、あまり量が取れないらしいです。はい、じゃあどうして、銚子は、美味しい魚が取れる、漁場なのかっていう一般的なちょっとお話をしてみたいと思います。まずね、銚子犬吠埼灯台のところに実は暖かい黒潮と、それから、北海道から流れてくる親潮がぶつかります。ちょうど犬吠埼灯台の、ね、真正面あたりでぶつかります。ですから、暖かいところの魚と冷たいところの魚が両方とも食べられるので、美味しい魚が集まる。で、しかも量がたくさん取れるということで、5年連続漁獲量が日本一ということになっています。ただね、それだけじゃ、ダメなんだそうなんですよ。今、私の背中の方に流れている利根川にね、たくさんプランクトンが、栄養豊富なプランクトンがいっぱいね、流れてきます。それが犬吠埼沖の方に流れていって、そのプランクトンをたくさん食べに魚が集まって、いい漁場が出来上がるということらしいです。はい、でイワシなんですけど、どういう魚かっていうと、イワシっていうのは一箇所にとどまっていないで、ぐる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 
日本を回ってます。これを回遊魚というふうに呼ぶんですけれども、はい、春から夏にかけては、冷たい北上していくんですけれども、栄養豊富な、ね、北海道の方に行って、たくさん丸々太ってきて、秋から冬にかけて、朝食の方に帰ってきて、子作りをするということでぐるぐる回っています。ですからね、イワシがたくさん取れるね、銚子の海は温暖な気候っていうところもこういうところでも言えるのかなと思います。イワシの取り方って知ってます？皆さん、イワシの取り方知ってますか？サバさん、サバの取り方は知ってる？知らない。ダメだな、サバの取り方から覚えておかないと。サバさん知らない。知らない。まあ、イワシもサバもほとんど同じなんですけども、この巻き網っていう、両方でやるそうです。巻き網はね、魚がいるところに船がぐるーっと回っていって、魚、イワシだったりとかサバだったりとかを取り囲んでぐるっと巻いて引き上げるというのを巻き網っていうんですけども、これはね、小さい船1艘でやった場合には1艘巻き、それから、2艘の船でぐるっと回って取り囲んで、まあ、一網打尽にするような、取り方をする場合にはそれ2艘巻きっていうそうです。だいたい銚子2艘巻きが多いのかな。小さい船は1艘巻きとかでやってるらしいですけどね。はい、これ誰だか知ってます？これ当たり、すごい。紫式部当たりです。一発で答えられましたね、さすが。ちなみにあの紫式部って有名なあの物語作ってるんですけど、なんだかご存知ですか？紫式部の代表作、紫式部の代表作、はい、何でしょうか？はい、当たり、源氏物語。源氏物語ですね。源氏物語を作った、紫式部、今ここによくね、教科書なんかにも出ている絵だと思うんですけれども、源氏物語って日本最後のラブストーリーだって知ってました？知らなかった。なんとなく実はね、日本最古のラブストーリーの源氏物語というふうに言われています。で、この作者の紫式部が、実はね、この平安当時っていうのはイワシっていうのは下級の低い人が食べるもんで、紫式部のような偉い方が食べる魚じゃなかったんだって、ね、だけど紫式部はイワシが美味しいっていうのを知ってたそうなんですよ。で、旦那さん、藤原信孝っていうのが旦那さんなんですけども、旦那さんが外出した留守中で、ね、こっそりイワシを焼いて食べたそうです。まあこの時期やっぱり食べたくてしょうがなかったんでしょうね、美味しいイワシを。そうしたらイワシ部屋の中で焼くから分かっちゃうじゃないですか、煙が一番上手になって。で、旦那さんが帰ってきて、あ、お前イワシ食べたのか、こんなね下品な食べ物を食べやがってってことで非常に怒ったそうです、ね。私の、奥さんがそんな下品なイワシを食べることは 何事だっていうことで、私は恥ずかしいとまで言われたそうなんです。そこで紫式部は、ここに書いてある歌でね、その旦那さんに、返したそうなんですけど、どういう歌を返したかっていうと、日の本に流行らせたまうイワシにさ、参らぬ人はあらじとぞ思うっていう歌なんですけど、これ何かっていうと、日の本に、要は日本ですね、日本で、流行らせたまうイワシ水、流行っているイワシ水っていうのは、まあ、イワシとかけたんですけれども、イワシ水っていうのは八幡様参りのことをイワシ水っていうそうです。要は八幡さん、日本人で、八幡様参りに行かない人がないように、イワシがね、食べない人はいないと思いますよっていう歌を返したと、切り返したそうです。まあさすがですよね。そしたらやっぱり旦那さん、ぐるでも出なかったそうなんですけれども、まあ、それだけ美味しい、この平安貴族のね、上の人たちも、美味しいと思ったあのイワシ、これをね、たくさん食べていってもらいたいと思います。ちなみにあのイワシって何かけて食べます？ソースかけて食べる？ケチャップかけて食べる？マヨネーズかけて食べる？何かけて食べますか？イワシ、醤油ですよね、はい、あのお醤油のことを紫って聞いたことありません？紫って言うんですけど、聞いたことありません？お醤油、あのお寿司屋さんとかなんかでね、紫とかって言うんですけど、
まあ、これはどうしてかっていうと、イワシにかけるお醤油、要は紫式部、そこから来たそうです。はい、今日ねこの話聞くだけでもこの軽トラシ来た回があったと思いますので、覚えて帰っていってください。はい、でイワシなんですけども、イワシただ美味しいだけじゃなくてね、いろんな栄養素あります。EPA 血液をサラサラにする成分、あと DHA、脳の発達を良くするっていうね、受験生抱えてるお父さんお母さんいたら、ぜひともイワシたくさん食べていってください。あとね、老化防止の、なんだっけ、トコサヘキサンか、 DHA って言われてるやつとかが、まあ、いろいろ、いいものがねいっぱい入ってるそうです。あとねタウリンなんかもたくさん入ってるっていうんで、元気いっぱいになる、元の量ですんでね、イワシは美味しいだけではなくて、たくさん食べて美容と健康にも役立ってもらいたいと。で、イワシがたくさんいる、銚子沖っていうのは、要は大型魚にとっても住みよい町、ね、イワシを食べる大型魚にとっても住みよい町、要は人間にとってもやっぱり銚子は住みよい町なんだなというのがね、このイワシの、生態系見てもわかるんじゃないかなと思います。はい、ではイワシの美味しい話でした。ありがとうございました。